しかまだ選択して、まあ、ここだけっつってカラーセッティングじゃ青っつって、ね、今解除されてるんですよ、ね、なんですね。これはまあ今後かなと思いますね。はい、それかもしかしたらあるのかもしれないですけど、うん、外国のであったんですけどちょっとなんか使いにくかったので、うん、まあ、こういうのは5.0.1 0.1 はそのセキュリティアップデートのこの前なんですけど、5.0.2 が、この後またあるらしくて、また5点出ることを知っていろんな機能が梱包されているのが、5.1 ですね。 5.1 は、来年の1月中でリリース予定になっているので、またそこでまあいろんな細かい部分とかはもしかしたらアップデートされるのかなと思います。例えばそれは、まあ、別の話なんですけど、カラムの、段組みがありますよね、新しい、はい、ブロックの、スタイルで、そちらも今ちょっと何て言いますか、それを見なんか何て言いますかね、2つぐらい文章文章のカラムを2つ作ったりすると CSS の方を除くと50% 50% できっちり出てきて何て言いますか、パーセンテージが変えられないんですよね、CSS でしか。はい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 、そこのところもなんか改善とかあるのかなって、それでちょっとずっと CSS と格闘してたんで、ここ1週間多分あるとしたら、多分用語はあると思うんですけど、あるとしたら多分そのグルテンベルクに関しては GitHub で、やってるので、そこの一周を見ていくともしかしたらお願いって言ってる人が多分いると思います。なんか用語があるっていうのはなんか GitHub でやっているみたいな記事がどこかにあるんですけどね、はいはい今回 GitHub でやってるので、まさにその通りで、今 GitHub で言う場合は、Advanced Rich Text Tools というプラグインがすでに今かなり使われてる、はいる、はい、それは一つ一つの言葉は色がつけるんです。うん、やっぱり予防ありますよね。で 5.1 の今一周が多分100個以上あるんですね。なので、ね、まあ、全部がもしかしたら 5.1 に入るのか、まあ、その後のバージョンももしかしたらものによっていくかもしれないですけど、なのでそこはちょっと 5.1 をお待ちいただければ、あとは GitHub 見ていただければ、はい、もし可能であったらもう修正してプロリクを送ってもいいんで。そこまでやっていけるんでじゃないんで。感じですかね。はい、他に何か。はい、初め1週間であれなんですけど、ここの部分とかですね、英語とかに今なってるの、これ日本語に直すことできないんですか、ドキュメント、プレビュー、アップデートのドキュメント、今見てるブロックとかありますよね、はい、ここに出てくる文字ですね、はい、これが英語しか表記されないんでですね、英語で読めないとちょっと、これがあるんですけど、やり方が、はい、私はやってなくてあるんです。実はこれ翻訳を聞いてなきゃいけないんですよ、本当は。あれ僕の日本語ですよ。そうなんです。で、本当は聞くんですけど、そのやり方は私は。なんか右、あ、そうなんですか。僕は英語化する。右クリックして日本語に翻訳すると、なんか変な日本語でしか出てこないんです。これは日本語のコミュニティでは結構、最初はちょっと問題になってたんですけど、やり方があるんですけど。ユースケ君知ってますか。確かにあの俺普通になってるのに。多分今だけの対策かもしれないですけど、グーテンベルグエディターのプラグインを導入していただいて、はい、それを有効化していただくと、あの日本語でなったはずです。ちょっと一旦多分今だけの応急処置かもしれないんですけど、確かそういった形でできたはずなので、ちょっと一回試してみて。あ、はい。あ、そうか。コアに取り込んでる人は。そうか、なんか要は5にアップデートする前の人は、グーテンベルクってコアじゃなくてプラグインって外にしてあったので、それを使ってた人は 5.0 に上がっても、そこの翻訳が効いてたんですけど、入れてて5に上げて抜きました、はい、うん、僕は初めてインストールを始めて 4.5 から 5.1 にあるその、なんですかね、よく市販で言ってる
ものと比べて英語に書いてあって全然わかんなくなってですね。あ、そうですね。そうですね。日本語の紙画面に、まあ、自分も英語そんなにわかんないですけど、慣れてる方がいきなりガツシコ英語になるとかなり難しい部分もありますね、今の方は。他に何か本当あのグテペルグじゃなくてもワードプレス全般のお話でも質問でも全然いいですし、はい、どうぞ。今楽天とヤフーでお店をやっているんですね、はい、で今度は会社の、まあ、実際の、今、まあ、ワードプレスでブログみたいな感じでやったんですけど、これはお店にしてで、まあ、物売ったりとか、まあまあ、今ちょうどやろうと思っているので、はい、でそういった時のその、まあ、その Google が、今会社の皆さんは全く知らない人たちなので、はい、それを見てすぐ分かるっていうのはちょっと4のバージョン4の時はちょっと微妙で嫌だって言われたんですね、はい、でこれは今5になってなんとなく多分まあ、そんな説明しないでやってくれるっていう感じ であとはそのプラグインとかはそこは結構壊れてるものというか、そのまま英語の場合はプラグインはやばないようにやるんですけど、うん、その日本語の部分がちょっと微妙にうまくいってるかいってないのがよくわからないのでどうですか、ね、そのワードプレスの日本の場合は。まず今やられてるサイトは EC なんですか。今楽天とヤフーはそのプラットフォームに向かってるサイトなので、まあEC であるワードプレスの EC であるウコマースは最新バージョンであれば、基本的にグテンベルクが対応していると、おっしゃってたので、はい、大丈夫かなと思います。その日本語のプラグインですか、日本用のプラグインは、そうですね、その基本的にオープンソースでみんなボランティアでやってるので、もしかしたらそのマイナー的な、もしかしたらプラグインとかだと、日本の方のプラグインだと、その人がつどつどその、まあ、5.0 じゃなくても、つどつどそのメジャーアップデートとかで更新しているような方であれば、おそらく、まあ、グテンベルクももちろんしていると思うので対応されていると思うんですけど、あまりこうつどつどそもそも更新していない方のプラグインとかだと、あんまり期待できないのかなと。こう1年2年更新していない方だと思いますね。あとは、まあ、カスタムフィールド系のプラグインとかだったら、まあ、大きいところとかは、まあ、もちろん対応もされていますし、その SEO とか、そういうような有名どころですね、よく言われるプラグインとかの方もうすでに対応されてるので、結構それはそうですね。なんかバグ見つけましたね。フェイスブームになっちゃう。これあれです、多分翻訳の修正を送るとコントリビューターになります。これまた翻訳の名前が載ることできない。こういうのは奥多摩勝ちですよね。なのでそうですね、だからあんまり、まあ、プラグイン選定の時にもそうなんですけど、あんまりこう特に 5.0 って、まあ、大きいアップデートではあるんですけど、基本的にそのグーテンベルクが導入されてるだけなんですね。あと他のアップデートってそんななくて、実は。なので、そうですね、でも、まあ、エディター関連のプラグインで作られている方で、その、やっぱり更新されてない方のプラグインはあまり使うべきではないか、もしくは、ちょっとその、今がその 4.9 点いくつを使われているのであれば、その 5点以上のアップデートはまだ見送った方がいいのかな、その方がアップデートするまで。まあ、そうの方がいいのかなと思いますね。例えば自分のクライアントサイドのワードプレスもまだアップデートは実はしてないんです。まだ5.6。もちろんその
もしも何かあった時っていう問題もありますし、あとはそのグーテンベルクをトレーニングしていただく、慣れていただくまですごく時間かかると思うので、そこを急にアップデートすると何これみたいな感じになっちゃうんで、まあ、そういう説明とかトレーニングをしてからまあ 5.5 に上げる。もうすでに全部やりました。10いくつを持ってるのでもう全部に変えて、たぶんグッドブレイクじゃないと、うん、ユーザー的にはちょっと好まないって言って、うん、まあ、グッドブレイクなんて直感的になるので本当、分かりやすい人にはすごく分かりやすいのかなと思いますね。はい、他に何かございますか。ちなみに、はい、お客さんのサイトにグーテンベルク入れるのって大体いつ頃になるかなって考えてますか。まあ、自分はあの会社の代表じゃないんで言えないですけど、言えというか分からないですけど、おそらくその 5.1 ですか、うん、5.1、 個人的には 5.1 が出てからかなと思います。今は出たくないですよね。はい、まあ、動かないとかやっぱりアクセシビリティが悪いところが残っているんで、負担が増えるというか、まあ、そうですね、まあ、5点いくつに上げたところで、あまりこう今、自分たちが作ったサイトに関しては、そんなバグが起こる可能性は多分、あれぐらいかなという感じではあるんですけど、でも他のサイトは別に、いや、エディターだけ変わっただけなので、基本的になんか壊れるということは、あまり想定しえないかなと思いまして。で、自分が5点1でアップデートしたい理由は、まあ、今回その12月7日に 5.0 が出たんですけど、結構なんだろう、 5.0 グーテンベルクを出す時にいろいろなもっと多分あのリリースしたい内容が結構その 5.1 の方に先送りになったというか、多分細かい機能とかもあると思うんですけど、そういう経緯をまあ結構自分は知ったので、まあ、そっちが入ってからの方がいいのかなと個人的には思います、ね。うん、まあ、でもこれはあのそれがいいっていうわけではないんですけど、まあ、あとはその担当者のトレーニングですかね。そこにちょっと時間を置きたいと思いますし、あとは今やっぱ年末じゃないですか、バタバタしてるじゃないですか。この時にそういうトレーニングの時間をこう担当者とその対応をこっちも持つのはちょっと結構しんどいので、それだったらやっぱ年明けてからアップデートした方がまだ心のゆとりもあるかなと思いますね。はい、そういうふうにあります。他に何かワードプレスのことでも、例えばそうですね、マイク、あ、でもです。ちなみにちょっとインフォメーションなんですけど、さっきあのなんだっけ、Facebook のエンベッド埋め込みが、はいはい、っていう話がちょっとあったじゃないですか。その時僕もですね、ちょうどこの間グーテンベルクにして、あの自分のブログをこう書いてて、はい、やっぱよそのブログ、他の人のブログを埋め込もうとしたりとか、うん、そういうのでやっぱりその埋め込んだら、そのなんだろう、あれ出ることは出るんだけど、はい、だってあのハイキャッチとかの、はい、出ることは出るんだけど、他のテキストがその裏に回り込んじゃったりとか、とか、まあ、全く出ないパターンがあったりとか、はい、非常になんか動きが怪しくて、で、あの GitHub の一周でエンベッドで検索すると、今まだ100件ぐらい、なんか Twitter の埋め込みとかの問題があるみたいで、ああああ、はい、まだなんか100件ぐらい一周がなんか積み上がってるんで、はい、なんかその辺ってまだまだちょっと時間かかるのかなっていう感じで。そうですね。うん、この辺は本当になんかまだまだという感じはしますし、まあ本当個人的にはまあそれでリリースしたのかっていう感じはしなくはないんですけど、まあこれはそうですね、いろいろこれでのかな、もう出ない。そもそも個人ページで、個人ページは出ない、記事じゃん。そうね。ツイッターとかも、ツイッターとかもなんか、
と、もしくは他のそのワードプレスの部分とかってきても、ちょっともう一回見てみますね。これでこっち上にはなんかプレビューがうまくいかないですかね。うん、しプレビューイズはエディター上のね。うん、まあ綺麗。まだ不安定なんで。これは多分そうですね。Facebook のつなぎ込みなどもある。グーグルワードプレスとかわからない。とかをやられている方とか、まあ、ブログの方とかも多分こういうのが使われると思うので、ちょっとこう結構まあまあ気になってますね。いつも撮ってたんですか。もしかしたらなんか 5.1 じゃなくてもその前のアップデートとかでもしかしたら気になるのかな、気はしなくないですけど、ですね、これはなんか今後に期待っていう感じですし、まあ結構いっぱいいっぱいこうあるんで、はい、なんかそうですね、なんか大変そうだなって気がしますけど、これ今オープンが1503個ありますね。え、一周ですか。一周のオープン1503個。うわ、多分それは全部いかないと思いますけど、厳しいな。多分一周が多分結構増えたんじゃないかな。リリースする前に多分100、そこまで減ったよね。100いくつとかだったんですよ。5.1 の一周が。そうだよね。多分リリースしてから増えたんでしょうか。まあその GitHub で公開してる分、その一周立てやすくなったっていうのもあると思うんですけど。まあこれはちょっと、そうですね。いろいろ触ってみるしかないかなって思いますね。他に何か。ございますかね。どうですか。初心者どうで、何の質問をしていいかどうか。ああ、そうですね。来るって何ですかとかする。釣りの言葉もない。作ってお金いただいている方とかは、まあ、そのクライアントさんに説明するのもそうですけど、ご自身で触っていただいて学習するのも必要なのかなと思いますね。うん、何か他にどうぞ。もしそういうワードプレスで作ってほしいという部分とか、そういった場合はどこで探すといいんですか。制作会社というか。そうですね、それは何と言えばいいんだろうか。
こういうところで、こういうところで仲良くなったりする、まあ、こういうところで知り合った作ってる方とかにお願いするのも、知り合いの知り合いとか、まあ、いや、あの、まあ、いずれかは会社としてっていうことだから、はい、ね、ある程度の、その続けて、あの、これからはお店のうちに成り立つのと、まあ、そのアップデートがそれないだと、もうずっとっていうことだから、どういうところが、みんなは、あんまりなんかワードプレスがその日本の中で、はい、そういうところが固まってるっていうか、あんまり見当たらなかったから、なんか結構バラバラ感っていうか、うん、個人が多いみたいな、うん、で、ちょっと、ね、どうかな、そうですね、ここにお願いしろみたいなのはないんですよな。まあ、まあ、なんだろう、まあ、指標としてあるとしたら、そういうその制作会社のホームページに、そのワードプレスの、なんだろうな、例えばグーテンベルクだったら、グーテンベルクに対しての記事を書いてあるとか、うん、こういう関数使うと、こういう使い方できるよとかいう、そういうアウトプットをしている制作会社の方は、まあ、まあ、技術力だとか、ワードプレスに対しての知見はあるのかなと思いますね。普通になんか綺麗なサイト作りますみたいな制作会社パターンももちろんいいと思うんですけど、そういうアウトプットを知っている会社の方がいいのかなっていう、おすすめはあれですけど、ちょっと言葉として言うのあれなんてあれですけど、うん、まあ、あとはなんだろう、ワードプレス関連の本を出されている会社さんとか、はい、まあ、いくつかありますけど、そういうところとかはまあ信頼性は安いのかなと思いますね。多分ちょっと特別で、そのまあ、これが管理画面だから決まったことで、もともと英語を覚えてるから、はいはい、日本語は全然見てないんですね。もう英語として見てるんですけど、うんうん、それとあのネットになるとその情報っていうのはたくさん日本語を読めば分かる人いればいいんだけど、ちょっとそこまでできないから、うん、だからその質問とかですね。個人的には結構そういうアウトプットされてる方っていうのはどちらかというとそのインプットもしてるので、あの海外のワードプレスの情報をもちろん積極的になんか取り入れてる、仕入れてるのかなと思いますね。その、WP タバーンとかそういう記事をちゃんと見てるとか、なんかその今回やったグーテンベルクで GitHub をかけてるとか、なんか最新の情報をこうかけてるのかなと思いますね。アウトプットされてる方は。何時でも、はい、まあ、2時間か3時間ぐらいかなみたいな感じなので、どうしますか、一旦閉めますかね、もしご質問がないようであれば、まあ、あのもし懇親会から参加されて、あのその時のご質問でも問題はないので、はい、という感じで大丈夫ですかね。で、とりあえず戻り、埼玉ワードプレスミートアップなんですけれども、あの一応予定としては今回ボリューム1で、スタート期なんですけれども、一応毎月、1回最低でも1回やろうという形で、まあ、まあそうですね、月テーマ毎回5テーマを設けるので、まあ、例えばボリューム2だったらもっと初心者向けワードプレスのこの、記事の作り方みたいなのがあれば、デザインのこテーマもあれば、もっとハイエンドなこともあったりして、まあ、毎月テーマを設けて、まあ、いろいろやっていくという形になるので、もしその興味があれば、ご参加いただければなと思います。はい、で、あと、実はその運営スタッフですね、この埼玉ワードプレスミートアップ自体も、運営自体はボランティアで動いているので、自分も別にこういけない司会しようとかっていうわけでは全然ないので、まあ、もちろんその登壇したいだとかお手伝いしたいとかってもちろんいらっしゃれば、もちろんその毎回毎回ではなくても、ちょっと この月のテーマの時にはちょっとお手伝いしたいとかっていうお話いただければ、僕
ご協力いただければなと思います。はい。はい。はい、という感じなので、はい、埼玉ワードプレスミートアップボリュームは、ゴテンベルクをしろという形で、やってまいりました。はい。という形で、今回は、終わりです。はい。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。全然締めらんない。